豚骨が誕生して80年経ってるんですよ。こんなラーメン誰が出しましたかっていう話ですよ。もちろん圧倒的な力の差とあれはありますけど、でもまあそのうち抜きますので、僕が必ず負けないです。常識では測れないんですよ。豚骨が誕生して80年経ってるんですよ。こんなラーメン誰が出しましたかっていう話ですよ。もう引き算がしようがないぐらいのレベルまでいってると思うんです。もう化学調味料に頼るようなその出汁の取り方をしてないんで、豚骨ラーメンの常識から塩分、化学調味料、いろんなもの引いて引いて引きまくったのがこれなんです。ごまかしたくない、真っ向勝負だ。野球でいうとストレート勝負したい。塩分でもごまかさない、油でもごまかさない、一切ごまかさずに豚骨本来の味を味わえるようにと、無価値とかどうとかそういうことじゃない。無価値を見てるってすごいですよ。心の味が本気に与えてます。ただ常識では考えられないとか書いてるんですけど、常識通りなの。旨味が足りない分他で足すんですよ。使用乾物が結局足してるじゃない。それはどうなのかなって僕は思う。聞いた分足すんですよ。足し算なの。引けてこそ本物なの。だから誰が何て言っても、ああそのレベルかって思うのはそういうことです。なぜこうやって説明できるかというと、全部やってきたから。まだできないです。全部見せていいですよ。手張りついていいですよ。できるならやってくれと。結局勝つのは僕だよって。まあ同じ土俵で戦っても僕は
負けないので、どうぞしてください。知識と経験が違う。簡単にできるから、なんとか系、なんとか系、インスパイア系でいっぱい増えるでしょ。どうぞ、挑んできてください。って感じです。僕負けたことないので、結局勝つのは僕だよって。うちの濃度だと、お米は使えないんです。うちみたいに高濃度だと、スープが持ってかれるので、食べるときに。どんどん減っていくんです。福岡のラーメン屋さんとか、濃厚濃厚とか散々言ってますけど、結局、細麺なんですね。本当に、だし濃度が高いと、細麺使えないんです。で、その基準っていうのが、だし濃度15なんです。なので、細麺使ってもイコールも、濃度15以上が、まあ、ないんですよ。全部そういう、調べてるってことは、何言われたって、いやいや、モテるって僕が思うのは、そういうことです。で、うちは、ちなみに濃度30です。わかりやすく言うと、豚骨本来の味を味わえる。1杯あたり1キロ、100杯入れが100キロです、ね、500杯入れが500キロ。博多ラーメンを試作で作った時に30キロで300杯作れたんです。に対してうちは30キロだったら30杯です。シンプルだからめちゃくちゃ難しいです。だからシンプルだからこそ奥が深いです。俺がうまいじゃない。一生懸命気持ちを込めていっぱいいっぱい作って、うまいかまずいか決めるのお客さんです。僕は誰にも出せないようなものを出すっていう。説得したのに、ここで大丈夫やと、9000人しかいないけど問題ないって、俺だったら呼べるやって頼むって言ったのにも暇だったので、本当申し訳なくて、だからもうひたすら頑張って、僕は申し訳なさすぎて家族に、家に帰れないです。だからもうとても家族に顔向けできないので、で胸張っていい給料を家族に渡せるようになるまでは家に帰れないです。もう本当日曜日なんか開店前から閉店までずっと外で列ができるようになってきて、あやったって、やっとの思いで、そうそう3人でもう1年半かかったっつって、でよっしゃと思って、もうこっち来て初めて3人で外食しましたよ。うなぎ食べました。うわ。